どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日はですね、皆さんにめちゃめちゃ大事なお話があって動画を撮らせていただいています。完全に僕に関係あることなのでね、なんかパズドラ側でとかではありません。最近ですね、僕のキャプチャーボード、パソコンにね、スマホの画面を映す機会があるんだけど、ちょっとバグってまして、はい。ちょこちょこね、ツイッターとか動画の概要欄とかで話してたんですけど、ちょっと一回ね、どういう状況か説明します。はい。まず比較用になんだけど、ストップウォッチ動かしてる限りは普通なんですよ。そう。通常の画面だと特に問題はないんですね。じゃあ何が問題かっていうと、裏白をやってる最中だけ問題が起きるんですよ。はい、こちら。ちょっとじゃあ実際にね、もう3秒で来るのはなでこパーティーでやっていきますね。多分みんなならね、違和感にも気づいてくれると思うからね、あんまもう説明もする必要ないかもしれないんですが、一応ちょっとやっていきますね。はい、この違和感わかりますかね？もう今すでにずっと違和感発生してると思うんですけど、今ですね、僕のなんかね、キャプチャーボードで、このエラーが発生してて、こんな感じで3秒に1回画面が止まるっていう、とてつもないエラーが発生してるんですよ。で、これ何が問題かっていうと、めっちゃみんなイライラしない？わかんない。俺めちゃめちゃイライラしてさ、これ。3秒に1回動画が止まるって、これほどうざいんだと思って。そう。で、まあ僕もね、一応ね、もう動画が撮れなくなるのは困るんで、いろいろ解決策は練ってたんですよ。まず一つ目が、キャプチャーボード買い直したんですね。今使ったのが、まあ、多分絶対わかんないと思うから、これは聞き流してもらっていいんですけど、アバーメディアってやつのやつを使っていて、2万円ぐらいするね。結構いいやつ使ってたんだよ。けど、今これ使ってるやつがそれなんだけど、ちょっとバグっちゃってて、どうしようもできないなって感じで、諦めたんですよ。そう、固まってるよね、ちょこちょこ。そう、でね、ちょっとどうしようもできないから、もう一台買い直したんですよ。それがなんか、エルカトっていうね、これもね、結構いいやつなんだよ。やばい、困って、喋ってる場合じゃね。OK。結構いいやつなんですよ、2万円ぐらいするやつ。で、それを使っても同じ現象になっちゃったんですね。そう、つまりなんだけど、なんか多分、パソコンと HDMI ケーブルのどっちかに問題があって、そこら辺をね、これから数日間かけて改良していこうと思ってるんですよ。で、つまりなんですけど、しばらくの間、これ、動画が撮れない可能性があったんですね。そう。で、マジでやばくて、あ、これどうしようもできないなと思ってたんですけど、唯一解決策があって、僕が3年前に使ってた撮影方法なんですけど、それが、なんか、エアプレイってやつ、なんか無料でトライアルもできて、もう4000円払ったんで使えるんですけど、ちょっと見せますね。はい、こちらですね、ちょっと音変わったかもしれないんだけど、このソフトを使っています。で、これがまあ、オンライン上にね、録画を映してパソコンに直接つなげるってやつなんですけど、これ問題点があって、0.1秒、0.2秒ぐらい少しだけ訪れするんですよね。これもちょっと編集とかが僕、これできないんで諦めてて、そう。なんでちょっとだけ訪れが発生するっていう問題点と、あとは画質が時々荒ぶるってやつがあるんですけど、もうね、これ録画できないんで仕方ないんですよ。ということで、まあ、今回の合国に関しては、もう録画がね、できない。もう動画が撮れない機器になっていた。ということ。そしてもう一つが、これからこのエアーサーバーというソフトを使うので、少しだけやっぱりね、画質が落ちます。ごめんなさい。なので、ちょっとね、今までのやつと画質落ちる上にですね、少し音もね、気になる人だけは気になるかもしれない。マジでちょっとだけ気にすれば気になるかもしれないっていうレベルなんですけど。ということもあるので、ちょっと申し訳ないんですけどね、少しだけご了承いただければなと思っております。はい、本当に申し訳ありません。で、まあ、そのね、そのキャプチャーボードが壊れてしまったという、まあ、キャプチャーボードが壊れたっていうか、なんかパズドラ側と相性が悪いのかなっていう状況と、今もこれで代用してるということだけをね、報告しておきました。はい。なので、これからはですね、少し画質が落ちると思いますが、ご了承ください。それとですね、ちょっと iPhone のケーブルとか全部一回買い替えてみるんでね、もしかしたら治るかもしれないんで、また治ったら一応ね、報告させてもらいます。はい。で、まあ、あとね、Twitter とかでアドバイスくれた人ありがとうございました。で、まあ、そのね、一つが、まず問題点で、それはどうでもいいんですよ、はっきり言って。これ今まで皆さん騙されてましたね。4分間茶番っすよ、こんな。どうでもいい。二つ目があるんですよ。そう。もう本当に、これはもうみんなにしか相談できない。多分他の実況者は言えないと思う、視聴者に。けど、もう俺の視聴者はいい人が多いから、もう俺正直に言うね。これごめん、正直に言わせて。みんなに嘘つきたくないから。いやもうこれね、多分気づいてる人もいると思うんだよ、もうこの時点で常に。やっぱりね。そうなんですよ。ついに来たんすよね。物語シリーズコラボが来て、やった、ネタに溢れてると思って、すげえ頑張っていっぱい動画撮ったんですよね、選手。なんかめちゃめちゃ頑張って、もうもはや、なんか昨日なんか燃え尽き症候群で動画撮る気力も起きなかったぐらいに頑張ってたんですよ。気づいたんですよね。あれ？ネタねえじゃんっていうね。でも何が問題かっていうと、もちろん今日のネタがないことも大重要なんだけど、明日って皆さん知ってますか？なんと夢の3連休なんですよ。つまり、明日、ネタないんですよね。
ということでですね、今回の広告はこっちがメインです。ネタ切れです。助けてください。ネタ切れということは、皆さんの力を借りる時が来ました。ネタがある視聴者の皆様、ぜひここまでね、なんだこのクソ動画と思いながら見てる皆様、ぜひこのクソ動画を改善するために僕のツイッターの DM に、もうコメント欄に書くと他の実況者にバカられたら嫌だからバカらないと思うけど、あのツイッターの DM にね、ぜひよかったらね送ってください。本当に本当にどんな些細なでもいいです。もうこれ面白いのかって自分が思っててもいいです。ぜひ送ってください。本当にもうみんなが協力しないと動画が撮れないということでお願いします。あとですね、多分あの視聴者さんにまたね動画に出てもらうの動画もね撮ろうと思ってます。あの分かりやすい例を言うとホラー画像選手権みたいなね、もう僕がネタ切れの末に思いついたギリギリのクソ動画ですよ。ギリギリのね、ギリギリセーフのクソ動画、まあ、ああいうのも撮っていこうと思っているので、まあ、もしよろしければあのですね、暇な方はですね、あの僕の動画の方に協力の方をしていただければなと思うんで、ね、ぜひね、それらもね、ツイッターの方で告知させてもらいます。何々募集みたいな感じでいきなりツイートすると思うんでね、まあ、ぜひね、もし、あの、まあ、ユーコロの動画は、まあ、ユーコロは嫌いだけどユーコロの動画を応援してるよぐらいの人まではぜひよかったら協力してほしい。でもユーコロは嫌い、動画も嫌いだったらもう仕方ないから諦めるけど、このギリギリのラインの人はぜひよかったらね、あの、協力していただければなと思いました。てかこの編成今更だけどライザー全然たまんねえからめちゃ欠陥じゃん。やべえなこれ。あとこれあと11ターンここで耐久しなきゃダメじゃん。じゃあもうめんどくせえからここで一回動画閉めるか。うん、まあそうだね、閉めようか。ということで今回はあの結構ガチな方の話を言うと、キャプチャーボードが壊れてやばいっていう話と、もう一つはネタ切れっていうね、あの2つの話でした。はい。でまあね、こんなクソ動画がって思った人ね、思うかもしれませんがね、いや違うんですよ。俺はこの動画でみんなに伝えたいんですよ、本当にやばいってこと。僕、ネタ切れの、ネタ切れですっていう動画を出すことって、ほぼないんですよ、実は。ネタ切れ動画って言って、ネタ切れの体で、何かしらの動画を出すっていうのはあるんですけど、今日、本当にネタ切れだから、もうネタ切れですっていう動画しか出せないの。まあ、実はこの後動画出すんだけど、実はね。でも、それでもう、ストックが切れるの。やばいの。なので、もう、この、俺の、本気のヘル、SOS なので、あの、マジでよかったら助けてください。っていう感じでした。はい。まあね。ということで、とんでもないクソ動画ですが、この辺りで終わりにしようと思います。はい、じゃあ最後にですね、まあ、ガチャ引いて終わりましょう。ネタ切れの相棒はね、ガチャなのよ。もうガチャ引いとけばね、動画時間がね、尺稼げるから、このパズドラのガチャ10連ガチャじゃないの僕嫌いなんですけど、動画撮る点に関しては神だよね。これ僕動画撮らなかったら、10連ガチャじゃねえ理由がわかんなくて、結構切れてると思うんですけど、ああ、これ面白くか。動画撮ってる点ではマジで神だと思います。はい、じゃあ最後、まあね、なでことも引いて終わろうかな。ね、結構最近視聴者からね、呪われてますからね。お前さ、どんだけなでこ引くんだよ。この、なんかね、潰すぞみたいなね、ディーモン届いたりしたので、まぁ、ちょっと最後にね、引いて終わろうと思います。はい。まぁ、という感じでね、今回の動画、このあたりで終わりにしようと思います。OKOK、もう一回だけ行こうな。まぁ、ということでね、このあたりで動画終わりにしようと思います。よろしければですね、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まぁ、もう一回だけ行こうぜ。ちょっとさすがにな。これは、ちょっとごめん。あ、さすがにちょっと、星6、4体出してガチャ終わるのはみんな不吉だと思うからね。やっぱ嫌だもんね。俺が嫌だもんね。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後に聞かせてほしい。失礼、噛みました。最高。